こんにちは、リカリコです。はい、今回は2号原宿竹下通り店さんをなんと貸し切っています。わーすごい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回は2号さんで何をするかというと、はい、秋冬のトレンドアイテムを使ったコーデを3つぐらい考えてみようと思います。今さっきチラッと見てきたんですけど、めちゃくちゃ可愛いのがあったので、うん、そのアイテムを取り入れつつコーデを組んでいきたいなと思います。じゃあ早速行っていきましょう。まずこちらはレディースのものがあるところですね。これ可愛い。え、めっちゃ可愛い。2999円です。可愛い。可愛い。今日も寒いからな、この帰り着ていこうな。トレンドカラーはグリーンらしいです、うん、そうそうそう、グリーンがたくさん売れてるらしい、うん、こういうさ、はっきりした色味、うん、めっちゃ売っとるよな。売っとる。可愛い。これちょっとたくさんあるのでね、迷っちゃいますね。またまためっちゃ可愛いない。あと触り心地が超いい。もうなんかこう硬くなくて、うん、シュワシュワしとる。もうシュワシュワとかサワサワとか好きやな。めっちゃ良くない。どうしよう。それで一個組むじゃん。これで組む。うん、じゃあこれに合わせて考えますか。うん、じゃあ白黒、うん、こちらも1900円です。うん、安いじゃない。じゃあその下に合うやつ一応合わせてみて、あの考えてもいいし。あ、白かわいい。うんうん、かわいいと思う。リカたち身長が高いからな、もしハイウエストにならんかったら違うのに考えよう、うん、一回着てみてまた考えようと思います。うんうん、トレンドでもあるニットを選んでいきたいと思います。リコラの身長でオーバーに着れるのが、リカたちは結構ね、オーバーサイズでもぴったりサイズになるんですけど、うん、これはちょっとオーバーですよ。かわいい。モフってなるやつじゃない。長そうやな。でちょっとこっちは女の子っぽくして。そうやな、水色。うん、水色かわいい。ニットのコーデにキャップをかぶろうかなと思います、うん、はい、こんな感じ。じゃーん、なんかちょっとメンズっぽく、こういうのかわいくない。かわいい。真ん中の色かわいい。ほら、かわいい。あ、かわいいじゃん。絶対これでしょ。こういうの好き。うん、シンプルでもかわいい。次はそうやな。一番最後に選んだ洋服にカバンを合わせていきたいと思います。うん、合いそう。さっきのこう持ってもかわいいな。かわいい。バッグをお揃いにする。はい、じゃあ決定。うん、確かに決定です。はい、というわけで3コーデ決め終わったので着替えていきたいと思います。はい、はい、着替えましたバラバラだったまあいいだじゃあこれちょっとパンツをね変えたんですけど、はい、というかちょっと大きめに着たかったので、うんうん、メンズのこのグレーのパンツを合わせてみました。なんかあの普段はリカルちゃんあんまりこういう格好しないんですけど、うん、本当は大好きです好きこういうの、はい、しかもあったかくない。めっちゃあったかい、うん、もう絶対これリカ今日買って帰ろう決めてたもん、はい、買うこと揃えて、うん、別々の商品なんですけど、ちょっとリンクコーデみたいな感じでやってみました、はい、ちょっとこれ思ったんですけど、うん、リカちょっとメンズっぽいやん。リコが女の子らしいので、うん、カップルで着ても可愛くないですか。確かに確かに。あー、リカも2着ぐらい買っとこうかな彼氏用の保存用に買っとく、はい、え、ちょっとリカこれめっちゃ好きねんけど。な、これめっちゃ可愛い。今日買って帰らなあかんやついっぱいあるいつも何かとか試着せんからさ、そうそうそう、やっぱ着るとな、可愛いってなる、うん、あと帽子もこちらめっちゃ可愛くない、この帽子。これ逆にリカがこれメンズっぽいから、うん、リコを黒でちょっとバランスをとってやってみました、うんうん、リカはこれがちょっと茶色っぽいんですけど、うん、この茶色とオレンジを合わせて、うん、合わせてみました。可愛いです。
今までのコーデの中で一番女の子っぽいかも。確かに後ろ可愛い、これ可愛い、うん、パーカーをオーバー気味に着て、うん、細身のパンツを合わせました。可愛い。リコもちょっとオーバーサイズのスウェットに、タイトめのスカートを合わせて、ちょっとシルエットが女の子らしくなるようにしたのと、シンプルだったので服装が、バッグは派手な選びました。友達と出かける時とかに、ぜひ真似してみてください。これ入れ替えても可愛いし、あ、可愛いな、はい、というわけで今回は参考で組んでみました。はい、実際にちょっとお気に入りのものを購入しました。なんかもう来たらね、全部可愛くて、全部本場は買いたかったんですけど、その中でもお気に入りやったものを今回は厳選して購入しました。お友達とお揃いで着れるコーデやったり、お男女で着れるコーデやったり、いろんな紹介したので、皆さんなんかそのまんまね、あのリゴさんで揃えて、インスタとかで送ってくれたら嬉しいなと思います。あとトレンドのものがたくさん揃っていたので、皆さんも一度リゴさんに来ていただいたら、もうおしゃれ番長になれると思います。はい、というわけで皆さんも気になったものがあればぜひ購入してみてください。それでは最後にチャンネル登録と高評価、そして SNS のフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。